ただ大きければいいわけではないわ。胸はやっぱり形が美しく柔らかく張りがあるかどうか、そして何より自然であること、これが一番大切。そのためにはウエスト、ヒップとのバランス、全体のシルエットの調整も欠かせないわ。ここで手を抜いてしまうと相手に違和感を与えてしまうのよね。もっともこの時点でも十分に漏れてるし、気づく人なんてそうそういないのだけど、油断は大敵。時間はかかっても完璧を目指すのが私の主義。胸と比べてウエストを少し絞りすぎたかしら。少し緩めて、これくらい？スライムに流し込む魔力の微妙な調整、この微妙な感じで自然に見えるかどうかが変わってくるのよね。長年の研究と試行錯誤から生み出された完璧なプロポーション、天然に負ける要素はこれっぽっちもないわ。緻密の二つ名は伊達じゃないの。よし、毎日のモーニングルーチン終了。今日も私は美しい。遺跡調査ですか？あまり乗り気ではない？そんなことは。遺跡の調査といってもピンキリなのよね。強力なアーティファクトが眠っているとか、周辺で巨大な魔力を感知したなどがあれば、七影が調査の先陣を切ることは珍しくないけれど、今回は。あなたの言いたいこともわかるわ。七影を派遣するほどの遺跡なのかと言いたいのでしょ？いえ、それがアルファ様のご判断なのであればご命令に従うのみです。そう、アルファ様、そしてシャドウ様の判断に誤りがあったことなど未だかつてないわ。なら私は迷いなく忠実にその任務を遂行するだけ。七影が赴く必要があるほど重要な遺跡ということなのですね。それがまだわからないの。正直なところを言えばまだ判断を下せるほどの情報がないといったところかしら。すでに先日シャドウガーデンの分隊を遺跡の調査に向かわせたのだけど。では彼女たちと協力してさらなる調査を続けるということですか？ところが彼女たちとは連絡が途絶えてしまった。派遣した分隊はシャドウガーデンの中でもまだ経験が浅い部隊だったと聞いているのだけど、それにしたってね。連絡すら取れなくなっているということは想像したくはないですが、やはり。ええ、最悪のことも想像してしまうわね。となると同じことが繰り返される恐れがある以上、新たに部隊を送るのには慎重になるわ。連絡が途絶えた要因が遺跡にあるのか、それともディアボロス教団、それもネームドのチルドレンが動いている可能性もありますね。盗賊や波の魔剣士相手ならばシャドウガーデンの兵が不覚を取ることは考えにくいです。そこで様々な可能性を加味して七影の誰かを向かわせるのがベストという判断よ。賢明なご判断だと思います。状況がわからない以上、最悪のことを想定して手の内にある最も強力な手札を使う。私でも同じ判断を下す。やはりアルファ様ね。それで人選をしていたの。戦闘能力だけを考えればデルタを向かわせるのが一番確実なのだけど、ことはそれほど単純ではないのよね。ああ、
遺跡調査をほったらかしにして狩りにかまける姿が想像できますね。あなたもそう思う？未知の遺跡となると戦闘能力以上に状況に応じて臨機応変な判断が問われてしまうわ。お、それで私に？ええ、緻密の二つ名を持つあなたならば適任。それが私の判断よ。判断力は申し分ないし、仮に戦闘になったとしてもネームド、いえ、仮にラウンズが相手であっても引けは取らないはず。どうかしら？そこまで評価していただけるとは光栄です。最初は私が遺跡調査と思ったけれど、これは納得ね。さすがアルファ様、私のことをよく分かってらっしゃるわ。あの、ちなみにそれでシャドウ様はこのことを？もちろん彼にも話したわ。それでなんと？うむ、そうか、とだけ。余計な言葉を加えなくてもあなたなら完璧に任務をこなす、そう思っているのでしょうね。ああ、言葉は少なくても主様の絶対の信頼わかります。ならばその期待信頼を裏切らぬよう、このイプシロン任務に邁進いたします。ねえ、それでイプシロン引き受けてくれるのよね？いえ、まだちゃんと返答はもらってないから。あ、はい、もちろんお引き受けいたします。この困難な任務必ずや完遂してみせます。そう、じゃあ頑張ってね。あそこね、遠目からだけど遺跡の周辺で人の動きがあるよね。でも大規模ではない。何かを運び出している様子はないし、ここが特別な意味のある遺跡とは思えないわね。この遺跡何なのかしら？アーティファクトが発掘されたのならその魔力の痕跡があってもおかしくないし、そもそも遺跡にしては周辺の魔力の流れが微妙。私の魔力感知能力でも下手したら遺跡だって言われなきゃわからないレベルの微弱な魔力じゃない。どう見ても朽ち果てて誰にも見向きされてない遺跡。こんなところで教団が何をしたいのかさっぱりわからないわ。教団の意図はひとまず置いておいて、連絡のつかなくなったシャドウガーデンの分隊がどうなったのかまずは調べないとね。となるとやはり遺跡内部に踏み込むしかないか。中がどうなっているのか何も情報がないのは少し心配だけど、彼女たちの安否がわからない以上そんなことも言っていられないわね。人の気配がなさすぎて拍子抜け。さっき出入りしていた連中もどこに行ったんだか。ここにシャドウガーデンの分隊を壊滅させるほどの脅威があるなんて信じられない。それが率直な感想ね。いくら経験が浅いと言ってもラムダが鍛え上げた兵がそう簡単に倒されるとは思えないもの。やはり相手がネームドクラス。風？そしてこれは血の匂い。向こうね。この先に何かがいる。でも何の魔力も感じないのはどういうこと？魔力や気配を完全に消し切っているとか。でもそんなことができるのは主様くらいしか私は知らない。主様に匹敵する実力を持つ敵、冗談でしょ？この世界に
主様ほどの実力者が存在するはずないじゃない。主様は絶対あの方の域にたどり着くことができる存在がいるはずがないのよ。血の匂いが濃くなった。しっかりしなさい。ここで何があったの？全員もう息がないか。彼女たち遺跡調査に赴いたまま連絡が取れなくなった。シャドウガーデンの分隊ね。背中からの一撃、これが大きかったようね。三人ともざっくりやられてるけど、これ剣や槍の傷じゃないわ。どう見ても牙とか爪の傷よね。教団の兵ではなく何かの獣に襲われた。しかもこれは不意打ち。最初の一撃でほぼ反撃能力を奪われ、あとは分隊内では相互に支援し合うことで死角を極力なくしている。集団戦闘によって個々の技量の差を補うことをラムダに徹底的に叩き込まれるはず。あれだけ厳しい訓練を受けた者が獣なんかの不意打ちを受けるなんて考えにくい。まさか獣は獣でもデルタ並みの戦闘能力を持つ獣人がここに。でもこのスライムスーツなら獣の一撃くらいで避けることは考えられないし、まして致命傷なんてありえない。ただ三人がまとっていたスライムスーツはまるで溶けたように流れ落ちていたのが気になるわ。スライムがスーツとしての形を維持できていない。あ、もうさっきから頭の中が疑問符ばっかり。ここまで一方的にやられ、しかも頼みの綱のスライムスーツは全く防具として意味をなさなかった。この遺跡で何が起こっているの？普段の任務とは勝手が違う上、敵の正体もわからない。どうするの、イプシロン。こんなに苛立つのは気持ちだけが先走って実力が追いついていなかった幼い頃以来かな。あの頃からは成長したつもりなんだけどな。まだまだか。それでも私を任務に選んでくださったアルファ様、そしてシャドウ様を失望させるわけにいかない。敵の正体が何なのかわからないのなら突き止めればいい。簡単なことじゃない。だけど足だけじゃなく、さっきから体が重い。何なのこれ。この一角に足を踏み入れたあたりからどんどん体に力が入らなくなってく。どういうこと？